戸部新時代の舵取り者、社、滝沢秀明社長への平野仕様の熱い思い。エンターテイメント界の新たな風を巻き起こす、戸部、プロダクション。その舵取り者社である滝沢秀明社長に対する平野仕様の感謝の気持ちが炸裂。元キングプリンスへの彼が、新たな舞台での活動に向けて、より研ぎ澄まされたものを、と大いなる期待を寄せています。 記事の中で、平野は戸部の東京ドーム公演、デ e ーヒーローイーズ、ケラドームファーストスーパーリブの開催を通じて、滝沢氏についての思いを語りました。滝沢氏の大きな器と男気に触れ、良い意味でわがままが言える、と語り、戸部がメンバーのやりたいことをストレスなく実現してくれると感謝の念を示しました。旧ジャニーズ事務所を退社し、新しい一歩を踏み出す中で、 平野は滝沢社長の下での活動がより充実していると語っています。彼の言葉からは滝沢氏への深い信頼と戸部での新たな可能性に対する期待が感じられます。また、滝沢氏との出会いが平野にとってどれほど意味深いものなのか、そして滝沢氏が戸部で築いている新しい舞台に対するファンの期待も探ります。 平野仕様の新たな冒険に対するファンの喜びとともに、戸部が提供する新しいプラットフォームでの活動にも注目です。戸部新時代の舵取り者滝沢秀明社長への平野仕様の熱い思い、エンターテイメント界において新たな波を巻き起こしている、戸部プロダクション。そのトップを務める滝沢秀明社長に対する平野仕様の感謝の念が深まっている。 元キングプリンスへの平野が、神宮寺裕太、岸士太と共に、ナンバーアイとして新たなスタートを切り、トベの旗揚げとなる東京ドーム公演、デューヒーローイーズ、ケラドームファーストスーパーリブの開催を発表したことで、その舞台裏での滝沢氏への感謝が明らかになった。トベは、旧ジャニーズ事務所を退社した滝沢氏が立ち上げ、 注目の新プロダクションとして躍進中だ。滝沢氏は旧ジャニーズ事務所出身者だけでなく、元 V6 の三宅健也キスマイフト2を脱退した北山博光らも引き込み、今最も熱い芸能界の新公勢力としての地位を確立している。滝沢氏に対する平野の言葉は、取材会での発言を通じて明らかになった。 平野は、とべ、のトップである滝沢氏に対して、すごい器が大きくて、男気もある方。良い意味で、わがままが言えるというか、僕たちがやりたいことをストレスなく、やりたいことを具現化してくれる、と述べ、滝沢氏に対する深いリスペクトと信頼を表明した。この感謝の言葉には、滝沢氏がアーティストたちにとって理想的なサポートを提供していることが伺える。 滝沢氏が持つ大きな器や男気は、平野ら所属アーティストにとって魅力的な要素となっており、彼らが自分たちの芸能活動をより充実させる手助けになっているようだ。平野は今までが楽しくなかったわけじゃないけど、より研ぎ澄まされたものをやれてるような気がしています。と述べ。 滝沢氏率いる戸部での活動が旧ジャニーズ時代と比較して充実していると感じていることを明かしている。この比較から戸部での新たな環境が平野にとってポジティブな変化をもたらしていることが伺える。過去の経緯も含め平野と滝沢氏との関係性には興味深いエピソードが見受けられる。 平野は旧ジャニーズを離れる際、ジャニー北川氏との約束である海外進出が叶わなかったことをファン向けのブログで伝え、その中で、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。と語った。これにより、平野が旧ジャニーズの幹部との間に圧力があったのではないかという見方が広がった。しかし、 飛べでの活動を通じて平野は、滝沢氏への絶対的な信頼を示し、その人間性やプロデューサーとしての能力に感謝の意を表明している。ファンもこの発言に対して、よかったよ,ーしよう仕様くんきゅう、ずっと聞きたかった言葉ストレスなくって言葉が泣ける。いろいろな意見交換ができる会社なんだね、といった感動のコメントを寄せており。 トベがアーティストたちにとってどれほど素晴らしい環境を提供しているかが伺える。トベは滝沢社長のもとで新たな展開を見せている。平野のインスタグラムアカウントやナンバーアイ公式 YouTube チャンネルの解説など、旧ジャニーズ時代にはなかったプラットフォームでの活動も展開されている。 滝沢氏のリーダーシップのもとで新しい挑戦が続々と実現しており、これからますます戸部から目が離せない状況が続くだろう。平野にとって、滝沢社長は理想の上司とも言える存在になっている。その信頼とともに、戸部が築く新しい時代に期待が高まっている。ファンと共に歩む戸部の未来には、新たな驚きと感動が待っていることだろう。 とべ、平野仕様の新たな舞台と滝沢秀明社長の導き。とべは、平野仕様を含む多くのアーティストが新たな舞台に挑む中で、滝沢秀明社長のもとで革新的なエンターテインメントを築いている。滝沢氏の大きな器、男気、そしてアーティストたちへのサポートに対する深い感謝の念が、平野の口から率直に語られている。 平野は戸部での活動を通じて、滝沢市のリーダーシップの下でより充実した芸能活動ができていると感じており、これがファンやメンバーにも広く共感されている。かつてのジャニーズ時代との比較から、戸部での新たな挑戦が平野にとってポジティブな変化をもたらしていることが浮かび上がっている。 トベは新しいプロダクションとしてだけでなく、滝沢市の下での独自の文化やプラットフォームを築いている。滝沢市の経験とリーダーシップのもとで、アーティストたちは新たな可能性に挑戦し、ファンとの交流も深まっている。滝沢市とトベは、エンターテイメント業界に新しい風を吹き込んでおり、これからの展開にますます期待が高まる。 戸べの舵取り者としての滝沢氏の存在は、平野にとって理想の上司であり、ファンにとってはアーティストたちが夢を追いかける情となっている。今後の戸べの活動やアーティストたちの成長には目が離せない。新たな時代の扉を開く戸べと、その中心に立つ滝沢秀明社長の導きに、期待と興奮が募るばかりだ。